Cherry Driving School。こんにちは。私の名前はチェリー。私の教習所へようこそ。これから楽しく練習を始めるけど、やめたいときはいつでもスタートボタンを押せばやめられることを覚えておいてね。じゃあ始めましょう。これがあなたの車。ぶつかっても大丈夫だからね。止まったままで回ってごらん。コントローラーの左右を押してね。さあ走り出してみよう。コントローラーの×ボタンを押してね。それ出発。どう？簡単だったでしょ？四角ボタンでブレーキだよ。そうそう、ずっと押してるとバックするよ。三角ボタンを押すとジャンプもできるよ。次のレッスンに進む前にもう少し走ってごらん。もし次に進む準備ができたらスタートボタンを押してね。このレッスンではパイロンを避けながらコースを走ります。そんなに難しくないからね。オッケー、すごい。ほら、やってみればそんなに難しくなかったでしょ。さあここからちょっと難しくなるよ。今までと同じことをするわけだけど、今度は画面の下に向かって走るの。人によっては難しく思うかもしれないけど、すぐに慣れるからやってみよう。矢印に沿って走ってね。危ない。よくできました。でも今度は矢印に沿って走ってみようね。行っちゃった。ちょっと違うな。もう一回。完璧。いまいち。よくできたけど、今度はパイロンに全くぶつからないようにね。よくできました。いまいち。よくできたけど、今度はパイロンに全くぶつからないようにね。そのうち慣れるよ。よくできました。いまいち。よくできたけど、今度はパイロンに全くぶつからないようにね。そのうち慣れるよ。完璧。オッケー。さあ、もっと先のコースに進みましょう。このコースでは、前に習った画面の上下に向かって走るテクニックを組み合わせなければならないの。最初はゆっくり走ってもいいけど、慣れたらスピードを出してね。気をつけて。また迷ってるよ。矢印に沿ってね。ああ、また迷ってるよ。矢印に沿ってね。また迷ってるよ。矢印に沿ってね。ああ、やったね。でも今度は矢印に沿って走ってみようね。すごい。ああ、もうできるようになったから、もっと手応えのあるものが必要かな。
簡単なところはもうだいぶ慣れたようだから、今度はスピードを出してやってみよう。このコースは8の字型だから、コーナーでドリフトするくらいのスピードで走るからね。このゲームではいろいろなところでドリフトをするから、ここで慣れておいた方がいいと思うよ。コーナーを通るときもアクセルを踏んで車の向きを正しく保っておくこと。コースは全部平坦だから、アクセルを押しっぱなしでも大丈夫だよ。そう、それでいいの。違う、そっちじゃない。素晴らしいわ。この調子でいければ最高の状態で卒業ね。もうあなたは立派なドライバーよ。You're right, Mon. Hi there.Hey, dude. Hello. 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 Come on, time to race. Let's burn!
awesome. Come on, time to race.Let's burn! Thank you.
All right.